コンテストスピーチレッスン講師吉原亜美です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日はコンテストのスピーチ原稿がある程度出来上がった方が次にやっていただきたいことをお伝えしていこうと思います。スピーチ原稿がある程度出来上がるとなんか安心しちゃってね、やっとできたと思ってそのまんま丸暗記をしてしまう方がいらっしゃいます。でもその前にやっていただきたいことがあるんです。でそれは何回も声に出して読み込むというところなんです。これなんでやらないといけないかっていうとね、原稿を考えている時って、書くことが多いと思うんですが、書いたりとかしてるとね、なんかこう頭の中で考えて書いてまとめてってしがちじゃないですか。でそれやってるとなんか文章を作ることに必死になってて、前後の組み合わせとか思いとかなんか構成とかそういうところに気を取られてしまいがちなんですよね。でもスピーチですごく大事なのってあなたの言葉で話すということが一番大事だと思っていて、そのために何回も口に出して読み込んでいただいていただくと、なんかこの言葉ちょっと違うなとか、なんかこの単語すっきりしないなとか、言い回しがちょっと違うよなっていうのがふっと出てくるもんなんですよ。でその出てきたものをまた改良しないといけないんですよね。改良しないといけないのに、改良する前に丸暗記してしまって、じゃあそれがスピーチですって出したところでなんか違和感があることにすら気づいてないというか、これほんまね、伝えるのすごい難しいなと思うんだけど、頭の中でこれが話したいと思って作った原稿なんだけど、心の中は本当は違うっていうことが出てくるんですよ。それに気づいてほしいなと思っていて、さっきね、あなたの言葉で話すのが大事って言ったんですけど、それはあなたの心が本当に思っていることを言葉にして話すのが大事なんです。だから何回も口に出して読み込んでほしいんです。そしたら見つかるんよ。さっき言ってた、あ、これ違うなとか、なんか違和感あるなっていうのに気づけるんですよね。で、気づいたら言葉を入れ替えていくっていう作業が必要になってきます。ちっちゃいことなんよ。例えばだけど、文章の終わりをね、何々してまいりますっていう表現をした方が丁寧だよねと。で、何々してまいりますみたいな形にしてるんだけど、してまいりますって違和感あるよねってなったりするんですよ。この間ちょうどオンラインでレッスンをさせていただいた方も、してまいりますがなんか違うっておっしゃってました。そのなんか違うって思ったら、じゃあしていきますがしっくりくるのか、何々しますがしっくりくるのか、しっくりくる単語をいろいろ探し出してほしいです。で、してまいりますをしていきますがしっくりしたんやったらしていきますに入れ替えちゃう。この作業がすごく大事だと思ってます。他にもね、例えば日本と読むのか日本と読むのか、私というのか私というのか、もちろん何回かね、なんか言葉のブランディングの話ですごいこうキャピキャピっとしたかわいいキュートなタイプがね、私はっていうとちょっと違和感あるっていうのは確かにそうです。ただその方が日頃から私という表現をしているんであれば、私って言った時に言い慣れてるから違和感がないんですよ。
日頃使っている言葉を選択するっていうのもありかなと思っていて、私はっていう言い方に慣れてるんであれば、私はでいいと思います。そして日本という言い方に慣れてるんであれば日本でいいし、日本と言ってるんであれば日本でいいし、言葉ってまあどっかの学者の偉いさんがさ、全然ダメって、これ本当はマナー的にはダメなんですよね。全然って否定で、ダメも否定だから、否定と否定なんで、これおかしいってよく言われてたんだけど、最近はどっかの偉いさんがね、全然ダメっていうのを OK にしたんです。それは日本中の国の国民たちが全然ダメという表現がをよく使うようになってるし、いいんじゃないかということで、いいですよって言わはったらいいんですよ。だから言葉ってどんどん変わっていくんです。昔はダメだったものが今は良くなっていたりもします。で、そうやって変わっていく言葉だし、あなたが日頃使っている言葉で話してあげることによって、やっぱりね、なんか言霊が乗りやすいって思ってるんです。ただだからといってね、超嬉しいとかさ、なんかその若者用語みたいなのはもちろんスピーチなので使わない方がいいとは思います。やはり、やっぱり、やっぱで、なんかこう若くなっていくじゃない。でそういうのはやはりという言い方に変えた方がいいかなとは思うんですけど、極力おかしくない程度に自分がよく使っている言葉でしっくりくるものを見つけていくっていうのは大事な作業かなと思っています。とはいえスピーチなので、コンテストのスピーチなので、話し言葉とかポエム、お手紙のような文言になってるのはどうかなとは思ってます。あとね、よくやりがちなのが、その出来上がった原稿の中に誰かが話していた、有名な偉人さんが話していた言葉を使う、引用するっていう方とか、四文字熟語とか短歌とか和歌みたいなものを入れ込んでくる方もいてます。あと歌のフレーズとか、大会によっては歌のフレーズ OK ですって許可が出るところもあるんですけど、私はあまりおすすめしていません。歌じゃないからいくらあなたが声楽家だったとしても歌を歌う場所ではないので、スピーチの中で歌のフレーズを入れるっていうのはちょっと私は反対します。やめた方がいいんじゃないとは言うけど、まあ本人がどうしても入れたいですっていうのは、じゃあどうぞっていう話にはなっていくんですけどね、私は一応止めます。まあそういうのも含めて、出来上がった原稿を口に出して読んでみて違和感がないかどうかを探す、そして自分が滑舌として言いにくい言い回しが入ってないかどうかも探してみる、で言葉を入れ替えていくっていう作業をしていただいてると、より深みのあるスピーチになっていくんじゃないかなと思っています。頑張ってね。